えーと改めまして皆さん、こんにちは。えっと、400名近いお申し込みがあって、えっと、今もう大半の方がね、えっと、参加いただいているというふうに聞いてます。で約半数の方が、えっと、今実際に海外で活躍されている方で、 半数の方方が、えー、と日本ににいいいらっしゃる方という,ふうに聞いておりますあの。コロナの中でね、あの本当に現場でど、えーね、っぷり使って汗をかいている方もたくさんいらっしゃるでしょうし、あとまたそういう方を、ね、日本からサポートしていらっしゃる方もあのたくさんきゅいらっしゃるだと思いますし、あとあれですかね、これからそういうその海外の現場に、ね、行って活躍したいという方も、えー、と来ていただいているのかなというふうに思っています。 の方は日本人だと今日思うんですけども、やはり日本とか日本の会社とか、あるいは日本人として、やっぱりいい形でね、えー、と海外で貢献していきたいという思いがありますので、まあ、そんな形でまあどうすれば我々がまあ活躍していけるのかということについて、皆さんと一緒にえ今日は考えていきたいなというふうに思ってます。で、今日はね、あの田村先生も来てますので、この後田村さんも交えて、えー、とまたみんなと議論できればなというふうに思ってます。 はいでは、えー、っとちょっと画面を共有させていただきます。はいで書籍名ですね、海外で結果を出す人は異文化を言い訳にしないということで、自出版さんと一緒にえー、っと書き上げてきてます。はいでえー、っと簡単にちょっと私の自己紹介なんですけども、今現在、グロービスのですね、えー、っと企業研修部門がありまして、えー、そこの 中で、えっと、グローバルに活躍する人材、あるいは海外で活躍する人材を育成していこうという、まあ、そういった部門の責任者を務めてます。で、えっと、まあ、講師活動としては、グロービス経営大学院企業研修でえ講師をやっております。で、グロービスの前をですね、えっと、全く違った仕事をしてまして、えっと、マルベニという、ね、会社で、まあ、商社なんですけども、まあ、そこの機械部門で、えっと、建設機械だとか、鉱山機械だとか、まあ、こういったその重たい機械をですね、まあ、海外に輸出したり、 投資ををししたたととと、まあ、そんな仕事をしていいののがグロービスの前ということですで多分皆さんよくご存知だと思うんですけど建設機械とかね鉱山機械ってこんなあの機械で工事現場なんかでねよく見ると思うんですけどもこういったその土を掘り起こしたりとかあとこれあの実は書籍の中にも出てくるんですけどもあの鉱山でね、えっと、その鉱山掘った後の土砂をこう運搬するようなねこういう大型なダンプトラックなんかを えとまあ、販売してたとということですねでこれ写真で見るとね大きさわかんないんですけど私の身長はだいたいこのぐらいの大きさですねなんでビルの3階ぐらいあるようなトラックを、まあ、10台20台と山に入れていくんですけどもだいたいこれ1台あの3億円ぐらいするんですけどねまあそういったものを、えー、と扱ってました。で 一方、グロービスではですね、今、あの、た多分この中にもね、お世話になっている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、あの、拠点としては上海、対シンガポールに拠点を展開してます。あとはインドのビジネススクールと中国のビジネススクールともあの連携をしてまして、まあ、アジアにフォーカスした形で、えっ、ー、と、仕事をさせていただいてます。主に海外で、えっ、ー、と、あの現地法人のね、いろんなあの人材の育成とか、あの、組織の開発といったところをお手伝いしてまして、で、私はこの、 プロビスインターナショナルエデュケーションの責任者という形でやらさせていただいています。であとはあ拠点はないんですけども、あの拠点のない国からも、まあ、我々にお声がけをいただいて、まあ、出張ベースでいろんな国に、まあ、出向いて、その国々で活躍されている方の,、まあ、あのお手伝いもさせていただいていると。まあ、あの今、17カ国以上で、ねえっとまあ、企業研修という形でやることが多いんですけども、そういう形でお手伝いをさせていただいています。 で私自身はですね、えっと、前半のマルベニー時代は一応、海外勤務、駐在という意味ではイランとベルギーにですね、えっと、合計で8年ほど、えっと、住んで仕事をした経験があります。でえっと、マルベニーの後ですね、グロービスに転職をしてでグロービスでもですね、えっと、シンガポールとタイのまあ立ち上げとあとはその実際にグロシンガポール、タイで、えっと、まあ駐在員として、えっと、またこちらでいろいろ仕事をさせていただいていると。まあ、そんな えっと、背景があるんですけども。えっと、じゃあ、あここで、えっと、どんなことを感じたかということなんですが、あの海外勤務って、ね、やっぱ皆さんもいろいろ経験されていると思うんですけども、まあ、やっぱり大変なご苦労はあると思うんですね。ただ、えっと、どうでしょう、その海外勤務者に向けたまとまった指南書ってないなというふうにちょっと感じてでます。でまあ、それもそのはずで、えっと、海外勤務っていっても、ね、いろんな仕事がありますし、 いろんな地域もありますし、あといろんな役割もあるんで、それはなんか一つまとまったものがあるということは難しいと思うんですね。ただ、その後グロービスに入って仕事をして、教育なんでね、いろんな業界だったりとか、いろんな会社さんとのおき合いをしていく中で、いろいろ違いはあるんだけど、でもやっぱり海外勤務していく上で、共通して見られる課題とか、共通して見られるチャレンジっていうのはあるなっていうのが見えてきたんですね。 で、えー、とそんなこともあって、そのグロービスの経験を通して、やっぱり一つここで、えー、何かね、えっ、ー、とまとまった本にしてみたいなという思いが強くなって、まあ、今回、あのこういう本を書かせていただいたというのが背景になってます。で、えっ、ー、とここから、まあところでということなんですけども、あの仕事柄ですね、えっ、ー、と海外で仕事をする上えで大事なスキルは何ですかっていうふうにね、よく。 あのまあ我々のお客さんの中に聞いたり、検診参加していただいたりしたかに聞くんですけども、まあ、どんな答えが返ってくるかっていうと、大体、えーと、やっぱりここなんですね、異文化理解だったりとか、異文化コミュニケーション力っていうのが、えー、と大事だよねというようなね、えー、と返事がすごく多くてで、私もそうだと思うんですね、やっぱり異文化の中で仕事をしますので、異文化の中でしっかりとコミュニケーションできるとのは、すごく大事な。 ことだとだいいう,うに思いますただ、次の問いなんですけども、あごめんなさい、えー、っとで実際ですね、会見赴任者向けにどんな取り組みをしてますかっていうふうにこうアンケートをしたことがあるんですが、やっぱりこの辺多いですね、英語の準備、あるいは異文化コミュニケーションに関するいろんなインプットみたいなことを、まあ、してますよというような、ね、まあ、こういうあのアンケート結果も出てきてます。も、まあ、もしかしかたらおさんも、ね、不される皆んれに そんな訓練を受けてきたことがあるのかなという感じはしてますけども。で、じゃあこの本の出発点としてですね、まあ、こういう状態があるんですけども、異文化理解って本当に大事なんでしょうかという問いですね。で、えっと、これに関してはあの間違いなくこれは大事だと思います。やっぱり異文化理解がないとうまく仕事ができないということはあの間違いないと思うんですけども。 じゃあ次の論点、次の質問なんですけども、ただ、えっと、異文化理解が、えっと、本当にビジネス上の問題になっていることってどれだけあるんでしょうかというのが、まあ、私の問いなんですね。ここは問題提起なんです。要はね、海外に来ると文化の違う人たち同士で仕事しなきゃいけないと。でこの時にまにコミュニケーション上の問題、いろいろ起きると思うんですけども、じゃあそこが本当にビジネス上の問題なのというのが、まあ、私の えっと問いですねでこれがこの本の出発点になっているんですけども、えっと、先ほど安村さんからねご紹介があったようにあの、実はそれ以外に大きな問題ってたくさんあるじゃないですかと。海外で仕事をするときの壁って文化の壁だけじゃないよねっていうことですよね。で、いろんなことにあの我々影響を受けると思うんですけども、まあ、大きくやっぱり4つの壁が、大きく分けると4つの壁があるんじゃないかと。これ、本の43ページに書いてあるんですが。 1>, えっと、1つ目の壁がその発展段階ですよね。経済の発展段階の違いによるその壁っていうのがあるんじゃないでしょうかと。で2番目が、えっと、そのビジネスの守備範囲が変わることによる壁ってあるんじゃないでしょうかっていうのが2つ目ですねで。3点目が組織での役割が変わることによる壁。で最後は、まあ、そうはいながらやっぱり文化の壁ってあるよねということです。でえっとまあ、それぞれちょっとね今日は簡単な説明でぜひ、まあ、書籍を読んでいただきたいんですけども。 えっと、事業ステージの壁っていうのはあれですよね。日本はもうね、成熟してる市場ですよね。もう経済的にも発展をしてますし、まあ、下手すれば人口も減ってきてると。ただ皆さんね、シンガポールとかタイとかで、ね、働いてる方はまだまだ成長期にある国ですよね。そうすると、成熟した国での仕事のやり方と、まだまだ経済が成長している国でっやっぱり仕事の仕方違うよねとで。その違いによる壁って結構あるよねっていうのが1つ目の壁ですで。2つ目はですね、 これ人によってもいろいろあると思うんですけども、日本にいるときって、販売なら販売、でまあ、商品も、ね、こう限られた商品を扱っていることが多いと思うんですが、海外に来ると、ちょっとこれ極端に書いてますけども、結構いろんな分野を見なきゃいけなかったりとか、えっと、扱う商品も、えっと、まあ、割と多岐にわたる商品見なきゃいけないねということで、外に来ると、ですねやっぱりやらなきゃいけないことが増えてくるよねっていうことですね、でそ,れに対すそれによるその仕事の難しさっていうのがあるでしょうっていうのが2つ目です。 で3点目が、これはもう皆さんね、えっと、実感があると思うんですけども、日本で部下がいなかった人がいきなり海外に来ると部下ができたりとか、日本で課長さん、部長さんぐらいの仕事やってた人がいきなり海外現地法人の社長を任されたりとか、そういうことってありますよね。そうするともう全く日本とは違う役割をいきなり海外でやることによって、まあ、いろんな難しさってあるよねっていうことだと思います。で、最後は、そういうのはやっぱり文化の壁があるよねという話です。 で、えっと、結構ですね、いろいろ話を聞いてると、あのまあ、例えばシンガポールってこうだよねとか、タイ人ってこうだよねとか、中国ってこういう難しさあるよねっていう話って結構あると思うんですけどもで、そういう話を聞いてる中で、よくよく話を聞いてると、いや、実はその話って、えっと、別にシンガポールとかタイだから起きてるんじゃなくて、別に日本にいてもあなたがこの役職になったら、 実はいいろんな難しいことってあったんじゃないですかとかとねあるいはこれって例えば文化の問題だと思ってたんだけど実は例えばあの事業ステージの違いなんかでいきますといやそれ導入期とか成長期のでビジネスしようと思ったらこうなるよねと例えばもっとこうねどんどん売りに行かなきゃいけなかったりとかあるいはマーケティングのやり方も変わってくるとで、えっと、それを全て、えっと、こういろんな困難にぶつかると人はとかく文化のせいに してませんかといや本当にここに問題がありますかっていうのは私の問題提起なんですね。でもちろん文化の問題あると思うんですけども、ただよくよく見ていくと、実は組織での役割の問題だったり、発展段階の問題だったり、あるいはビジネス領域の問題だったりするんじゃないのというのが私なりの、えっと、問題提起ですで。もっと言うと、 文化のせいにしてませんかと。文,文化の言い訳をし、文化の、文化を言い訳に使ってないですかっていうのが、さらにもうちょっと突っ込んだね、問題提起になってます。いや、ここはいらん。いや、私も実際自分でやってしまってたんですが、ここいらんだからねとかね。大事に、ちょっとこういうとこあるよねこうやって言いがちなんだけど、でも私が思うのは、やっぱり文化を理由にしたら負けなんじゃないのということですよね。で、文化が、文化の違いの前提がある中で、 やっぱりきちっとその物事を見ていきたいよねというのが私の問題意識になってます。で、これがね、そのままあの本の、えー、っと題になってまして、海外で結果を出す人は、やっぱり文化を言い訳にしちゃいけなくて、やっぱりきちっと分けて問題を見ていきましょうねというのが私の問題提起になります。どうでしょうか、あのね、私はこういうシーンがね、いろいろあったなというふうにちょっと振り返っているんですけども、 皆さん自身ですね、ちょっとこうね、海外で働いている方を振り返ってみて、いや、これ実はね、こうその国の特性だったりとかね、国民の特性にしちゃってたけど、まあ、よくよく振り返ってみると、実はちょっと違うところに課題があるんじゃないのとかね、実は組織の役割の違いだったんじゃないのとか、一度これ発展段階の違いによって起きたんじゃないのということがね、もしかしたら終わりになるんじゃないのかなと、まあ、そんなにえっ、ー、に思ってます。はい でここからちょっと本の中身になります。えっと、第1章と第2章がですね、問題提起の章になってまして、今申し上げた4つの壁っていうのは、第2章で、えっと、述べさせていただいてます。で、えっと、やっぱり最初の最大の難所は自分のバイアス、ここは私もね、自分自身やってしまったんですけども、ここはイランだからと、まあ、そんなようなことって多かったない,ないんでしょうかという話です。 で3章以降はですね、えーと、ソリューション編ということで、えーと、自己理解を大切にしている、それから、えー、と抑えたいビジネスキーってどんなものがあるんでしょうねという話ですね。それからその4つの壁を乗り越えるための求められるリーダーシップってどんなもんだろうか。6章はその、まあ、心構えとして、まあ、どんな心持ちでいるべきなんだろうかと、まあ、そんなような、ね、中身を書かせていただいてます。 はい、であと本の構成なんですけども、まあ、先ほど安村さんの方うから説明があったんですがあの海外の経験のない人にもねあのぜひあの読んでいただきたいなと思ってるんでなるべく海外に行くとこんなことが起きるんだよということをねちょっとケース仕立てでこうストーリーで書いてますでそのストーリーの解説と課題の特定それに対してどんなスキルが必要ですかリーダーシップが必要ですか心の持ちはどうですかという話を、えー、とさせてもらってますで最後にですねこの えっと大事なポイントをね、こういつでも振り返られるように、チェックリストとしての,あの質問をね、こう書いてるんですね。えっと、例えば、自社の強みを把握してますかとかですね、そういうあの質問がリストアップされていて、でそこを見るとね、こう自分自身が振り返られるようなあの仕組みになってます。まあ、これがあの本の構成です。 あとちょっと簡単にですね、それぞれどんなことを書いたかっていうのをね、あの紹介させていただいて、で詳しいことはね、ぜひあの皆さんが本を、ね、手に取っていただけると嬉しいなと思うんですが、えっと、まず1段目が、第3章で書いたように自己理解を大切にしている人が活躍してるよねっていうことですね。でこれ、皆さんもあのご経験されてると思うんですけどもあの、海外に来て意外とやらなきゃいけないのって自分自身の説明だったりするんですよね。自分、うちの会社ってこうな仕事してますよ。 我々はこういうことを大事にしてますよっていうことですよね。で、これって実は意外とやってみると難しいなというふうに思ってます。なので、えー、とこの章ではですね、自分の会社を説明するってどういうことなのとか、えー、と自分自身を相手にこう、ね、理解してもらってどういうことなのってことを書いてます。で、第4章はですね、ここはもうスキルの話なんですけども、えーと、クリティカルシンキングで違いを見解く、鳥の目、虫の目で情報を集める、CEO 目線で事業を捉えるということで、この3つのスキルを挙げてます。 でも読んでいただくと分かると思うんですけど、ここがね、まああの、今日田村さんもね、今日来ていただいてますけども、知性学を含むマクロ環境を捉える力の話であったり、あとこれは、ね、やっぱビジネス全体を捉える力と、まあ、そんなことを書いてますで。第5章はね、リーダーシップの話なんですけども、まあ、ここもね、ちょっと読んでいただければと思いますけど、ギブアンドテイクではなくてギブアンドギブと、これは私このギブアンドギブってすごく好きなんですけども、そういうマインドって大事だよねとか、 えとコミュニケーションの基本になる 3E、これはフレームワークですね。あと言葉活動代は36%。あと異文化の理解を超えて自社独自の文化を作る責任があるよね。とじゃあ文化作りって一体どうやっていくんでしょうかということをね、えーと、いろいろ書かさせていただいてます。で最後、第6章はですね、ちょっとこう内面的なところに入っていってるんですけども、私、この主観的な判断っていうあの話がすごく好きで。 あの皆さんもご経験あると思うんですけども、どんなにね、ロジックで詰めても、最後やっぱ分かんないことってありますよね。で、海外にいると分かんないって言ってられないんで、どっかで意思決定しなきゃいけないですよね。で、その時に、やっぱり最後はそのリーダーが持つ主観によって判断をせざるを得ないというふうに思ってます。じゃあ、その主観的な判断をする時の自身の主観ってどうやって、えっと、認識するんですかと、あとはそれをどうやって意思決定に使っていくんですかと、まあ、そんなことを書いてます。 でまあ、あと読んでいただければと思いますけど、最後はやっぱり海外で何を成し遂げたいのかっていうね、じゃ志をどうやってじゃあ海外のビジネスを通して磨いていくのかと、まあ、そんなところも触れさせていただいて、えっとまあ、全体をあの語っています。はいえっと、ちょっと駆け足で以上なんですけども、まあ、あの最後はねグロービスラッシュ志の話をさせていただきました。えっと、皆さんが、ね、どうやって海外で。 えっと思いを遂げていくのかとまあここもね非常に関心のあることだと思ってます。でこの後はですねえっと田村さんにも入っていただいてまあ皆さんと一緒にね海外で結果を出すためのリーダーシップジャーニーを始めていきたいというふうに思います。あのもうあのすでにねご紹介をしてますけどもまあ今一応ちょっと田村さんの方から簡単にえっと皆さんに自己紹介も兼ねてえっとご挨拶をいただければと思いますけどもよろしいですかね。 はいえー、田村です今、まあ、シンガポールにいるんですがあのシンガポールの,あのリ・コワユユ公共政策大学院というところで、まあ、高橋さんにも何度か来ていただいてグラビスのお皆さんにも来ていただいているんですけどアジア地政学プログラムというのをやってまして、まあ、本当に何て言うんですかねこうあの本の中でもあの紹介していただいているんですけど長官、まあ、図的にものを見るような。 あのこう大きくものを捉えるようなあところをこうやらせていただいてるんですが、まあ、その中で実際ビジネスをどうするかという話はですね、えー、本当に私もこの本を読んであのいろいろ学ばせていただいたんであので非常にこうケースが豊富でねあの、まあ、日本の,その経済メディアでもこれだけのケースは集まってないと思うんですね。やっぱり日本ののビジネススススクーールで海外にキャンパががあるからこそこそれだけのケースが こう集められてあのもう生々しくてこうしかも,もう多岐にわたる問題が出てて非常にこう私も読んでいてこう面白かったって言ったらあれなんですけどもう非常にためになりましたありがとうございます、まあ、本当にありがとうございます、はい、じゃ今日はね、まあ、あの実は私も田村さんのところでね、えっと、シンガポールのリークマイスクールで学ばさせていただいたんで、まあ普段は先生と呼んでるんですが、まあ、今日はちょっと田村さんということで説明させていただきますで早速なんですけども あの今回の本の第2、まあ、でもあるんですけど、うん、その海外で結果を出す人は何が違うんだろうかっていうことに関する、まあ、いろんな問いかけに私なりに答えていったんですけどもちょっと本から離れていただいても全然構わないのでそのタカさんがお考えになっている、うん、その海外で結果を出す人は何が違うのかと。で、まあ、田村さん自身も、ね、今シンガポールにペースを移されてまさに海外で活躍されている方と思うんですが、まあ、田村さん自身は何がこう。 変わられたのかとなんかそのあたりがちょっとお話を聞ければなと思うんですが高橋さんが今あのそのご自身の本を紹介される中で、まあ、まさに答えを得られてたと思うんですけどこう、まあ、文化のせいにそれとかも文化のせいもないわけではないんですけどやっぱり本質的な問題ですね本質的に本質に戻るということが非常に大事じゃないかなと思うんですねこうビジネスでもこうビジネス以外でもそうですね最後の あったところなんかまあ自分の生き様何のためにこう生まれてきて育ててもらってこれから何をやって最後どうしていきたいんだっていうことをまあ振り返りこれはまあ本質だと思うんですけどその本質はもう海外にようが日本にようが変わらないというところを感じますしそれともう一つその私がやってますそのマクロの話ですね。もちろんその 宗教とか民族とか歴史とか政治の体制とかですね外交関係とかまあ,あのもちろんその国力とかですねこういうテクノロジーの進化とかそういうものがもう地域ごとに影響を与えあってまあそのもちろんその地域によってビジネスの難しさこういうのものもあるとはですけどこういうものがですね別にこの教会で分けられてるわけではなくて国境で分けられてるわけではなくて日本の中でも 同じよううなここととが起こってくると思うんですね、うん、日本の中でも多様性は増えてますし話す言語も増えてますしテクノロジーの進化によって、まあ、ある仕事がなくなって新しい仕事が生まれたりしてくると思いますし、うん、ですから、まあ、あのいろんな国でその程度の差,は,差はあれあのそしてまあ産業ごと事業ごとに程度の差はあると思うんですけど 同じようなことが起こってくるんで、その中で、まあ、本にも最初の本に書かれてますし、グロービスさんの本でもありますけど、やっぱりクリティカルシンキングとかね、課題設定して、いかにそのこう本当の課題をあの解決していくか、そこに戻ってくると思いますので、うん、で,ですから、まあ、もちろんそのあの異文化体験とか、ただ、この4つの壁、すごく整理してあって、 さすがそのビジネススクールの先生で、ね、あの国境を越えて経営がサイエンスされていると、再現性のある課題解決を目指すというアプローチで書かれてましてね、あのこの4つの壁自体が日本でも起こり得ることですし、うんまあ、本当はそうなんですけどね、ねただ海外にいるとちょっとこう感じやすいということかもしれません。日本ででも、ね、同じことはあるんでしょうけど まあより海外に来るとそういったものを意識しやすいっていうことなのかもしれませんね。うん、そうですねだからこそ私はその海外で仕事をされるっていうことはもう成長の機会だと思うんですね。すねそうですね。うん、やっぱりそのもう本当にこう、まあ、今,も今の日本はあんまり行く機会がないんで日本も大きく変わってると思うんですけど、はい、やっぱりあの海外に出るとですね、まあ、本当にこうもう毎日朝からこう新しいことを。 変化そして変化はやっぱりそのアジア本当に大きな変化がコンスタントに起こる場所だと思ってますから、うん、もうもまれると言いますかね、うん、鍛えられると思いますし、はい、オールマイティな仕事も多くなってくると思うんですね、うん、こう本の中にも書いてありましたけど、うんはい、お金の感情とかですね、うん、今までだったら誰かが任せてくれたこととか、うん、こう自分の取り仕切る事業領域とか、うん、まあ仕事のねその区分なんかもこう変わってきますから、うん、なんですかねまあ 大きな難しさはあるんですけど大きく学ぶチャンスであるんで非常にこう出られてる方これから出ようと思ってらっしゃる方、うん、出られてなんかあ失敗したなと思ってる方も実はすごく大きな学びを得られると思うんで、うんうん、そこは胸を張ってやっていただければいいと思いますね。なるほどねなんかこうね裸の自分で行かないとなかなかこう難しいみたいなところすごくあるなと思ってるんで。 なんかその自分に向き合うチャンスとしてはすごくいい,、うん、い,い場だなちょっと僕私自身もねよくも悪くも自分の、ね、弱いところもすごく分かっ,分かってくるし逆に、まあうん、あここはもしかしたら強すんのかなっていうところもねこう分かってきたりするんですけども。うん そういうと田村さんはね、まあ、もうね、日本にいたときからグローバルに活躍されてますけども、シンガポールに、まあえー、と10年ぐらい前にいらっしゃんですかね、もっと前ですか。6年6、7年、7年ぐらい前ですか。7年,ですね、7年前にシンガポールに、まあ、本拠、うん、を移されて、田村さん自身はその何が一番変わりましたか、シンガポールに来られて。うんやっぱりその、まだまだその足りませんけど、やっぱり。 忍耐力がついいたって言ますか違に対し日本にいた政治の世界もね相当忍耐力がついたと思うんですがどういう忍耐力でしたやっぱりその思ってたよりも大きな差があるという感じですね。その例えばカレンダー一つとっても違うじゃないですかイスラムのカレンダー、インドのカレンダーシンガポールはねいろんな宗教ごとにね休みは書いてありますよね。そそうですねして食べるもの 人生に対する考え方もそうですけどですから今日本がその女性をどうするとかそのオリンピックだとかそういうことであのいろんな議論が起こってますけどまさにその違いに対するリスペクトをあのしっかり持たないといけないという意味で例えば私がやっぱり最初驚いたのは私のプログラムを手伝ってくださってるあのスタッフの皆さんがあの一番プログラムのその 運営とかで佳境になっているときに、はい、もう堂々と10日間ぐらい休みを取られたんですね。あ、はいまあ、ぜんとしたら。あんまり根回しもされてずに、でも、まあ、それもそ,のそんなもんなんといえばそんなもんなんですよね。うん、ですから、そういう意味での忍耐力、あるいは受け入れる力っていうことですかね。そうですね。ですからまあまあ、いろんな考えがあるし 違いに対して起こるんじゃなくて違いから学ぶっていうことですかねこう違和感違和感ほどこう学びになるもない、うんうん、まあ言ってることは簡単ですけど、まあ、まだまだできてないですけど、ねうん、そ,のそれとやっぱりその、まあ、よくこう日本の時はですねこれは私の特性かも分かりませんが、うんはい、いい人か悪いこっちとか敵か味方か善人か悪人かみたいな割り切りが 単純ななんていうんですかね2で割ってしまうとこあったんですけどこの人はートしてくれよとかい。しかしやっぱりなんていうんですかね日本でもそういうもんだと思うんですけどそこの程度がやっぱり結構深いような気がしてまあなんですかねぶっきらぼうだけどすごい頼りになるところがあはい。もうんか時間は全然守れないけどクリエイティビティはすごいとかですね。 ですからやっぱり尊重すべきところは尊重して、直して話し合って直してもらえるところは直してもらって、でももう分かり合えないけど、リスペクトするところとか、その人をその長所は短所、短所は長所っていう言葉が日本でもあるじゃないですか。そういうもんだから、リスペクトしてその長所を思いっきり生かしていただくというところを理解する、ケースバイケースとかいろんな人間の面を見ていく中で、 評価とかその人の捉え方がだいぶこうなんかあのる意味でお給気が深くなってきたようなそういう訓練を受けてるような感じがしますね,あのねちょっと実はねその今田村さんがおっしゃったそのポイントって実はちょっと私の本なのに今回書ききれてないんですけどもうん、うん、私も実はその海外に来て思うのがねそのやっぱり全部合意するのって不可能だと思うんですよね。 例えば誰かとね、A さんと仕事してて、A さんと120%握りに行くのってやっぱ難しいというふうに思うんです。で、やっぱりこの A さんの、えっと、この部分はすごく共感できるし、ここは手握れるんだけど、うん、逆に A さんのここはもう本当に勘弁してほしいっていう時があったりするんですよね。で私がね、マルベイ時代に失敗したのはね、あの120%握りに行っちゃうんですよ。なんで分かってくんないのと。 全部ね、要は120%の理解を求めてたんですね、私自身が。だけど、それは多分ダメで、ちょっとこの辺ちょっと本に書けてないんですけどね、今回。やっぱりなんかね、ここは握れるけど、ここは喧嘩してるみたいな、ね。でもそんな中でもお互いになんか仕事できるよっていうのは、ね、なんかそこはなんかすごく大,大事なスタンスかなっていうのにちょっと思ってるんですけどそ、そんなところでしょうか。 あのまさにおっしゃる通りで今,と今の日中関係がそうだと思うんですね。敵か味かで割り切ってしまう人が政治家にも多いような気がするんですけどうん、うん、そうではなくてやっぱりこう、まあ、お互い手を握れるところは握り合ってうん、うん、で話し合うところは話し合ってどうしても認め合わないところ対立すべきところはしっかり主張するみたいな。これが人間関係でも、うん あの言えるんじゃなないかな日本の中ではまあ空気読んでこういうなんかあの一、うん、つの答えがあるべきだみたいなところがあって、うん、そこに合わせていくような雰囲気があるんですけど、うん、そこもそういう意味で変わっていかなきゃいけないのかなと日本人の中にもやっぱり本来でしたら多様性があって認められたらやっぱり光るような人は結構いると思うんですけど、うん、そういう人をそのこう押し殺してきたようなところがあるかもしれないんで、うん、やっぱりその。 高橋さんが一番最初に言われた問題意識で、やっぱりその文化のせいじゃなくて。本当はこれはまあ、境界を超えて。あの本質として、取らなきゃいけない。という意味で、ね、こう、こう、なるほど、納得できる。こう部分が、非常に良かったですね。なるほどね。ありがとうございます。ちょっとまあ、似たようない質問なんですけど、ね。あと、コミュニケーション。あ、どうぞ。うぞうぞはい。はい。 ああコミュニケーションというところでね、はい、120%いってしまうっていう、い、うん、ってしまわれるとかあったんですけど、はい、い,いい面もあると思うんですね。やっぱり、なるほど。で、やっぱりこうあ、なるほど、こう、なんか素晴らしくうまく原稿されてるなっていうのは、60%×60%、うん、30% 60。これはね、はい、本当に、あの、皆さん思ってると思うんです思ってるけど、見事にこれ、表現されてると思います,あすな。なるほどと。あの これちょっとね、会,会場の皆さん、ちょっとあれ,、うん、あれなのかもしれないんですけどあの、えっと、コミュニケーション36%だよねっていうくだりがあるんですよね、うん、この本の中に。うん、で、ちょっと簡単に説明しますと、あの結局我々ね、まあ、僕は日本人なんで、英語は第二言語なんですけども、あの第二言語でしゃべると、おそらく日本語でしゃべるときの6割ぐらいしか伝えきれてないんじゃないですかっていうことなんですよね。僕はやっぱりね、英語訓練してますけども、えっと、日本語に比べたらやっぱり伝えられる量とか質は違うよねと。 であの受ける方ももし、もしかするとその英語は第二言語だったりすると、理解力がまあせいぜい自国語の時よりも6割ぐらいじゃないのと。そうすると6割ぐらいの発信力の人が、6割ぐらいの理解力の人に話をすると60、60×60 で36%じゃないのっていうことなんですよね。そうするとまあ36、36%しか伝わってないと思ったらがいいよってことはま本に書かせていただいたんですが。 そうするとね、うん、まあ3倍喋ゃんないと100%にならないよねっていう、まあ、そういうことを書いたんですけども、すみません、ちょっとね、あの本読んでない方もいいと思うんで、<あ>説明させていただいてですまあ、本当におっしゃるとりですね、だとしたら120%っていうよりも300、300%コミュニケーション取った方がいいですよね。これはね、ああこう、なんか、あのー、本当にあ勉強になりましたね、うん、そうかと、今日もそういうミーティングがあって、なんか、はい、まあ、そう思うと、まあ、分かり合ったようで、たまにこう繰り返しもあるんで。 うん、やっぱりその3倍ぐらい言っとかなきゃいけないなというふうに思いましたんでですから120%コミュニケーションを取ろうとするっていうのはまあいいことでもあるってことですか、ね、いいことでもあるといい思いますね、うん、で相手もそう思ってるんじゃないですかね、うん、そういう最初に僕海外行った時にすごく思ったのはその、うん、海外ビジネス慣れてる人ってなんかしつ,しつこいんですよね あの前提を喋るんでですよで私はねそういうのすごい嫌だったんでなんでこの人分かりきったこといつも喋ってるのかなっていうのを思ってたんですけどもだん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 ねこういろんな世界で仕事するようになってあこれってやっぱ必要なことなんだなと例えばねあのなんだろうなあのええ例えば上司っていい人じゃないといけないよねみたいなことを長々と説明したりするわけですよでそんなの当たり前じゃないですか。 だけど当たり前じゃないんですよね、やっぱりいい、上司っていい人じゃなくていけないのはなぜかとかね、どういういい人じゃなきゃいけないかっていうことを、やっぱりいちいち説明したがる人がすごく多いなというふうにちょっと思ってて、でそこってね、なんか私はね、まあ、ちょっと今、極端な例出してますけどもい、いろんな前提をね、端折ってコミュニケーションしてるなって、今でもすごく反省してるんです。 なので、なんか日本人ってね、こうまあ、日本人って,ってあんまり言い過ぎちゃいけないんですけども、な,なるべく迷惑かけないようにね、こう、短く終わらせようとかっていうようなとこあると思うんですけども、結構欧米系の人に特に多いと思うんです。まあ、シンガポールの人もそうかな。割とこう、前提条件をこうね、とことん喋る人は多いなと思うんで、なんかそういうところはね、私自身も見習っていかなきゃいけないなというふうにちょっと感じてます。うん ま、本当に、あの、まあ、本質に、こう、変えるというところで言いますと、うん、ま、日本の組織もですね、これから間違いなくリアルでもバーチャルでも、こう、日本人でない人が、日本生まれてない人、うんえー、こう、日本人と同じ宗教観や文化観を持ってない人が増えてくると思うんですね。うん。うん。うん、そして、まあ、あの、女性ももっと活躍してくると思いますし、はい、そうなるとやはり、その。 今までに我々が経験したことないような多様性の中でコミュニケーションをしてチームとしてまあ一丸となって結果を出していかなきゃいけないと思いますのでそうなるとこうやっぱりこう海外で経験されてることっていうのはもう先取りみたいなところがありますのでまあ黒の先取りっていうのはもうエネルギーがあるうちにやったほうが絶対いいんでそむで海外でそういう多様性が経験できるこうなんか それ面倒くさいとか大変だっていうのはまさにそのもうその通りだと思いますし私ももう,こう立派なことは言えないんですけどでもやっぱりそれはすごく糧になってくると思うんですね。ですからそこはもう本当にビジネスの本質こうな自分が何がやりたいのかそしてまあ自分は何者なのかまあ己を知,を知れば百戦を危うからずっていう損失の兵法がまあすべての本質だと思うんですけど。はい 自分を書くシートとかね、これなんかも面白いですよね。自分がどんな人生を歩んできて。田村さんのこのシートを見てみたいなと思うわけですが、かなりこういうものが本当にこれいいと思うんですよね。これちょっと皆さん見えますかね見えないかなちょっと見えないかもしれません百九9 6ページに書いたんですけどね、自分を振り返るというね。これは本当にとってもいいですよね。ビジネスというか 人生を生きていく上でたくさんの決断が出てくると思うんですね。うん、皆さんだってこう転職の機会があるかも分かりませんし、はい、もう配置転換とかね海外赴任とか、うん、そしてひょっとしたら起業しようという方もいらっしゃるかもしれませんしね、はい、でそのこう、まあ、チームももちろん入れ替わってくるでしょうし、うん、会社の,この業務もですねテクノロジーのおかげで全く違うものとか、うん うん、全く違うう業種になってしまうとか、はい、そういう時にこそやっぱり本質に変える、うん、もう自分は何者なんだと、うん、そう、ね、やりたいんちょっとまあちょっとあえて聞きたいんですけど、はいまあ、そのいろんな環境の複雑性の中ですよね、うん、で、まあ、ねいろんな状況の中で、まあ、私の本の中ではその主観的判断っていう、ね、言葉をちょっと出,さ出してるんですけども田村さんがその主観的判断という ここととをこう見たきにどんな主観を持っていてそれを難しい試験っていうのになんかこういう考え方で使ってるよねって何かありますか、うん、でも本当にそれはいきなりちょっとあれですけど <laughs> 難しいですよねこの毎回その考えてるんですけどやっぱり結局その、うん 自分の人生に跳ねね返ってくるわけです、ね、お金というものをどう捉えるかとかその利益というものをどう捉えるかとかうん、うん、どれぐらいの期間で見るかそしてそう、ね、どこでこう,こう引き上げてどこでそれをもし利益があったとしたらそれをどう使うかとかねそれはもうまさに自分の価値観自分の待遇に、ね、待遇とか、うん、こう例えば投資で得たリターンとかもそうですけどね。うんうん これはもうまさに人生観ですね。リスクの取り方とかね、あるいはその、なんていうんでしょう、その待つ時間軸とか、あるいはその、人の人を許容する、あるいは許容しないに全部影響してくるじゃないですか、そういうことって。やっぱりね、これは私もおっしゃる通りと思ったのは、やっぱり、ギブ、ギブ、ギブですね。あ、それはきますか。 ブッダととかが言ってたよようなことですよね、うん、徳を積むみたいな話になるわけですけど、はいうん、やっぱりいろんな人と話してて、うん、あ同じこと言ってるんですよ。<あ>そ,<の>そうですか成功した人とか財を成した人っていうのは、うん、これはもう別にアジアだからじゃなくてユダヤでも西洋でもアメリカでもヨーロッパでもですねどうお金を回していくかとかね、はい、そのやっぱり。 なんですかね、もちろんその商品設計とかサービス設計のところからやっぱりギブが入ってる人がな長きにわたって成功してる人が多いような気がしますねもちろんそうじゃない人もいると思うんですよね短期的にものすご成功する人とかやっぱりブリーディーな人もいてそれはそれでその、あのー、こう問題のない範囲でやってらっしゃる方はそれでいいと思うんですけど。 でもやっぱり私が共感を呼ぶのはその特にいろんなことを経験した後で思うのは、はい、やっぱりギブギブギブっていうのは本当にすごく大事で、うん、これ長期的な人間関係になるっていうこともありますけどやっぱり人生観ですよね、うん、こう何のためにやってんのと、うんうんで。これなぜそうなるかっていうと、うん、私結局ビジネスの成功ってこう、はい、どんなチームでやるか。 でタレントを揃えるっていうことが大事だと思うんですけど、うん、で今の時代こう時代に合ったタレントを備えようと思ったら、うん、これ日本でもそうですし東南アジアもアメリカでもそうですけどギブギブですよねギブまず楽しそうにやってないと人は集まらないと思うんですね楽しそうにやっててそして楽しそうにやるにはまあある意味こう 好きって言っちゃ簡単ですけど、はい、好きで,で好きって何かって言うとやっぱ努力を継続しないと抜きん出れないんじゃないですか。で、うんはい、継続して努力ができるっていうことはやっぱり楽しいと思うんですよね。だからその習慣化してて苦労が少ない、はい、で自分でも没入してしまうそういうことをやるとしたらまあ好きだからそしてそれがまあ商品設計とかサービス設計の これまあまあ何て言うんですかねまあそのこう浮世離れしてる話に聞こえるかもしれませんけどこれテクノロジーとかね地政、うん、学とかがもう皆さんのビジネスにものすごく入ってきて、うん、かき回していきますからねその時にやっぱり自分と向き合うとそして家族がいらっしゃったりすると何のために俺これやってるんだと <laughs> あと何年やるんだとかねそして何かこれでいいのかとかあの、うん、思う時が絶対来ると思うんですよ。ううんうん、うん あの何をやられててもですね、その時にやっぱりこの、こうなんか人の役に立ちたいとかですね、そういうのがやっぱり自然なシンガポールでね、いろんな、まあ、日本人見てらっしゃると思うんですけど、楽しそうに仕事にしてる人って何割ぐらいいますかつ、うん、そうにしてる人も結構いるんですけど、<laughs> まあ、楽しそうにしてる人もたくさんいます、<laughs> 私の知ってる中でもね、楽しそうにしている人もももちろんいますけど、ど,どうでしょうね。うんうん これだから、うん、あのやっぱり長い目で見てそ成長するなとかね、うん、その長い目で見てそのいろんな変化を乗り越えていくなっていう人はやっぱり楽しそうにやってる人が多いなと思いますね。あのよく僕は言うんですけどねあの、うん、逆の立場だとすごくよく分かって例えば日本にいるじゃないですか私も私もちょっと日本にいるんですけども、うん、で日本に来る外国人いますよね。でその外国人日本にいた外国人と一緒に仕事しようと思った時に どんな人が来てくれたら、こう、ハッピーかってあるじゃないですか。うん、で絶対暗い人とは、あんまり仕事したくないと思うんですよ。<laughs> で、日本に来てつらそうにしてる外国人とも、あんまり仕事したくない、まあ、助けてあげたい気持ちあるかもしれないけど、うん、一緒に仕事したいと思わないと思うんですよね。うん、やっぱり日本に来ても、なんか明るく振る舞ってるし、うん、まあ、なんか前向きにやってるし、うん、なんかね、うん、まあ、できれば日本のためにね、なんかやれたらいいと思いますっていう外国人が来たら、おお、一緒にやろうねってなると思うんですよね。 うんうん、で、逆の立場になってよく分かんないけど、じゃあ、われわれね、まあ、私も含めてなんですけども、私もイラン、ベルギー、シンガポール、タイで仕事してきましたけども、現地の人にそういう姿って見せてるのかなっていうのがすごくあって、でもちろん見せてる人もいっぱいいるんだけど、うん、もしかすると、なんかね、やらされ感だったりとか、ね、あと僕、ね、一番いけないなと思うのは、なんかね、会社のために頑張れとか言うんですよね、でそれは楽しいんですよ。 楽しいんですよ。例えばね、まあ、どこでもいいんですけど、まあ、トヨタでもいいんですけど、トヨタ、アジアのために頑張れっていうのは、まあ、もちろん従業員ならありなんだけど、でもそうじゃなくて、やっぱりそのね、シンガポールのために頑張ろうよとかね、そのアジア全体のために頑張ろうよっていうことって、実は少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱそういうことを言っていく人が増えていかないと、やっぱりこの海外で活躍して文化を乗り越えて、 で本質的な議論っていうのはね僕はなかなかできないんじゃないのかなっていうふうにちょっと思うんですよねで、そういう意味でちょっとね楽しそうに働いてる人ってもっと増えるといいなと思ってるんですけどねそうですね、はい、やっぱりその最初の議論に変わりますけどやっぱりその人材を集めないといいチームが作れなくてそれがまあこう思ってるようなサービスやプロダクトをうまくマーケティングして売って成績を出し続けると やっぱり結果を出す結果を出し続けないといけないんですよね、その数字で結果を出すと、頑張ってるというような姿勢を見せるっていうのはやっぱり海外ではあんまり評価されませんのでうん、うん、あの挨拶の声が大きいとかそういうい長く残ってるとかそうじゃなくてやっぱり頑張らなくても数字を出すと。でまあまあやっぱりそのタレントがすごく大事で,でなってくるとやっぱり今のそのアジアは特にそうだと思うんですけどデジタル化がものすごい進んでて。はい、やっぱり 企業家精神がものすご旺盛な人が多いんでるほど。スタートアップもどんどん生まれてて、スタートアップ貧国と言われてるシンガポールでもですね、やっぱり最近 NES の人なんかもそうですけど、うちの大学なんかもそうですけどね、やっぱり一番上の人間は今まで政府とか、日本と同じで政府とか、医者とか弁護士とかになる人が多かったんですけど、本当の上はスタートアップに行ったり、日本でもそうかもしれませんけど、スタートアップ予備軍として、 投資銀行行ったり、あの、うん、こうなんつうかな、ね、グローバルな、はい、あのコンサルティングファームに行ったりするんですけど、でもやっぱりね、そういう人材を定着、そういう人は動き続けると思うんですけど、やっぱりこう仲間に入れるには、うん、そのやっぱり楽しい仕事、ねこのギブ、ギブギブっていうね、高橋さんの本質だと思う、はい、こう人のためになる、うんこう、人を助けるとか、世の中を良くするとかね。 う彼らとと話すす本気ででそう思ってるんですよね良い人日本にもそういう人いっぱいいるんでしょうけどね。えええ、日本人にもね。でも何かその違いってど,どの辺なんですかね、うん、何を我々変えたらいいんでしょうかやっぱり我慢しないっていう、まあ、さっきの我慢とまた違う意味ですけど。やっぱりなんかあのそういうハラ,い、ね、ハラスメントとかあってどうするんですかみたいな話が。うんうん、その 私の,、ね、その仲間と話していると、はい、やめればいいでしょっていうのを、うん、簡単に言うんですけどねそのみんな我慢しないんですよねだからだからポリティカルコネクトネスとか、うん、セクハラとかパワハラとかな,ないあやっぱそれはそのいろんな形であると思うんですけど、うん、そこでみんな行動を起こすんですけど我慢っていう概念はないような気がするんですねですから常にこうみんなが流動性でく動くんでその中でやっぱり定着してもらって、うん その結果を出すにはある程度チームでやらないと難しいと思うのでどんなビジネスでもですねそういう意味でしょ、はい、うけどね我慢させずに本音で楽しいと思ってもらうっていうことがすごく大事になってくると思うのでそうなるとやっぱ本質に変えると思うんですよ自分は何,何,何だったら自分が楽しめるんですかとかそ<う>何だったら自分はギブしてでもやりたいと思うんですかっていうそこですよね。 やっぱりねこれはまたな,なんかあのエスラー事とかなんかねそういうふうに聞こえるかもわかりませんけど、うん、やっぱり日本のその素晴らしい企業の、うん、ピカピカの企業のすごいこう,、うん、う旗から見たら成功している人と話してちょっとねそのその人が全部じゃないと思うんですけど、うん、その人でもそう思うんだと思ったのは、はい、やっぱりそれはそのこう会社にいる時間というのは我慢量なんだと、うん、我慢量で給料もらっているよくそう,うしていますよね <laughs> しかしそれはすごいもったいないと思ったんですね。<ー>この人の人才能とと経歴と<ー>それが我慢了解だと、うん、その人がやっぱり前向きになって楽しい気持ちになって、うん、こう世の中を良くしようと思ったりしたらものすごい力が出るのになんかすごくもったいない。うん、そして、うん 本人もその我慢料として会社にいたりして、そのまま家に帰ったり、家に帰らなかったりして、その後また少ない時間、家族の間に帰ったりしたら、家族って本当に楽しいかなとかですね、お子さんがどう思うかなとか、そんな本人思ったんですけど、少なくともあれですね、海外には我慢料だと思って来ないでねってことですね、そうすね今日のテーマにするとね、そうするとなんかね、もしかしたら買いたいって人いるかもしれないけど、玉川さん、すみません、セミにッくともうね、えっと、あっという間に30分経っちゃいまして。はい、はい でお,おそらくですね、会場の皆さんからのいろんなまああの Q&A ですよね、クエスチョンだったとか、ご意見をいただいて、またちょっとね会場の皆さんと一緒に深められたらなと思うんで、ちょっとここから先はですね、あの会場の皆さんと一緒にまた議論していきたいなと思います。まずはねね最初ののののの分非常にあのああある、ねあの あのアドバイスあありりががととううごござざいいまましたすそれではですね今対談の時間の中ででもですねたくさんの会場から質問を頂い,いていますので。 できるだけたくさんのことに、えー、田村さんと高橋さんにお答えいただきたいと思ってますので、ちょっとクイックで急ぎ足ですが、行きたいと思います。あんまり長くしゃべんないと。そうですね。たくさんの質問来ているので。わかりました。クイックにございます。はい。とうことで15、はい、15分ぐらいのお時間かなというふうに思います。一、はい、つ、これから行きたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、日本人。 これは海外に出てったときに、日本人の強みだと言い切れるものっていうのは何がありますかっていうのがあったんですが、まあ、どうでしょうか、みなあのお二方考えられる3つぐらい、トップ3ぐらいあれば、これとこれとこれという形でお聞かせいただければと思いますが、うしも高橋さんからいきましょうか。いですか日本の強みね。はい。はい、これはね、もう,う嘘つかない。信頼。もう日本人は絶対嘘を守る。あとね、えっと、日本のパスポート、世界一。 <laughs> なるほど <laughs>。あとはね、えっ、ー、ともう一つはやっぱりね、あのー、やっぱり道徳心があると思いますね。うん、この3つは僕は強みだと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。絶対的な信頼はあるんじゃないかと思いますね。約束守ると。 ありがとうございます。すえっと、はい、えっ、ー、と、信頼、嘘つかないという信頼とパスポートで、結構幅広く仕事ができたりとか、<laughs> はい、入国ができるということと、もう一つは最後、道徳心を持った仕事のやり方をできるということですね。はい、ありがとうございます。田村さんはいかがですかやっぱり一つは好感度ですね。日本人だというだけで、まあ、本当にやっぱり下駄を履かされている部分をすごく感じますね、すシンガポールでは。うん、で次にやっぱりその、あの こう喋らないで行動は遅いけど行ったことは絶対やるって、まあ、信頼感につながってるところがありますねあ,、はい、あとやっぱり圧倒的にあの母国市場がでかいですねこうやっぱり日本っていうのはもう日本人は小さい国と思ってるんですけどアジアに来たらこんな大きい国はないとまあ中国とアメリカには置いていかれてますけどやっぱりそのインドネシアやインドに抜かれるのも時間の問題かもしれませんがまだまだ日本は多くそのこう市場も大きいですしお金もありますし テクノロジーとかこうなんですかね海外に出したら認められるような文化とか工芸品とかねまだたくさんあるんで。うんうん 宝宝のの山山だだとと思いいますうこれねアドバイスいただいて我々ねどうしてもちょっとシャイであったあの日本の文化をそうってくれる、うん、シャイであったりとかっていうことで海外に行こうとすると緊張する方いらっしゃいますけどでもやっぱり持ってるねいいものがあるんですっていうところは少し我々もこう持ちつつですねあの変化するとこは変化するというところで見ていきたいなというふうに思っていますがちょっと続いてまいりたいと思いますけれどもえー、っとそうですねえー、お二方 あの今、まあ、田村さんはまだあのシンガポールにいらっしゃいますけどこ、えー、田村さんにおいてはシンガポールで成し遂げようと思ったことは何で、えー、今、どれぐらいそれが進んでいるのかどうか、うん、そして高橋さんは初めての駐在に行った時にどんな思いで、えー、どういうものを成し遂げたくてそして成し遂げられたと思うかこの点について少しお聞かせいただければと思いますが田村さんからじゃあこの質問はいきましょうか。これは私の仮説が 正しかっったんですけどやっぱり日本とアジアは保管的だと思ってきたんですけど、思った以上に保管的だと思うんですね。経済発展段階とか、こうなんか持っているものとかですね。こっちは高齢化、向こうはや若い人口がどんどん増えているで。ものすごくそのなんですかギンテ盤クはできると思うんですねで。これはまだまだ成し遂げられてないんですけど、この日本のチャンスとアジアのピンチ、アジアのチャンスと日本のピンチをですねうまくこうデコボコでこうつないでですねこう穴ぼこを埋めて、 お互いがハッピーになれるというところをこう目指してきたんですけど、そのチャンスはも思った以上に大きいんで。これまだまだこう、ちょっとここをね、あの掘って埋めていきたいです、ね。はい。ありがとうございます。はい、力強いお言葉ですね。ありがとうございます。そした高橋さんは初めてのと。初駐在はね、これぶっちゃけ言うと正直言いますとね、僕はね、金儲けに行ったんですよ。<laughs> <laughs> もうイランまで行くんだからね、もっさ会社も自分も儲けなきゃと。 いうふうふに言ったんですけども、でそれはある意味、大事なことだと思いつつ、で、言ってやりたいなと思ったのは、やっぱりイランという国をもっとそのプロモートしたいなと思いましたね。非常に誤解を受けていて、あのイランっていうのはね、たぶん日本人の多くのイランに対するイメージって全くこうね、実態のイランと違うんですよね。 でやっぱりイランの良さを、そのな何か日本からものを買ってもらうだけじゃなくて、それイランの良さというものを世界に伝えていきたいなっていうふうに思ってますね。それは今も同じです。なので、あの本当にね、あのトランプがね CNN とかのことね、フェイクニュースって言ったんですあれ、本当にある意味正しくて、本当にメディアで言われてることじゃないものをたくさんやっぱりイランとかいうところ見てきたんで。 そういったものは何かこう伝えていきたいなっていう、お前すごくあります。はい、ありがとうございます。とても貴重なお話。選手は国ですよね。うん、そうですね。はい。はい。はい それですね。皆さん、あの、駐在、駐在で行かれる場合は、結構、あの、会社の社名で行きますんで、その国知ってるとか、あの、好きかどうか度合いも全く違う中で、どうやったら、まあ、好きになるんでしょうかっていう質問もいただいてるんですが、先ほど、やっぱり楽しくしないと、人ってついてこないよねっていう形で、まあ、ね、好きな国というか、そういうとこあれですけど、知らない国に行った時に、逆にどういう発想をしていくと楽しんだり、もしくは、そこの文化、 をあ好きになっていけるのかということをなんかご経験上ありますかどうでしょうかそしたら高橋,は高橋さんからきじゃ行きましょうか。じゃあ僕かきましょうか。えっとですね、まあ、まず好きな人を見つけるってことでしょうね、その国で。要は日本人だっていろんな人いるじゃないですか。嫌な人もいるし、好きな人もいるし。だからそれも,それもどこの国って言って、まあ、確かに国全体として嫌だなと思うことはあると思うんですよ。だけどその国の中にはやっぱりいろんな人いるんで、まあ、同じですよね。 日本だって別に日本人全員を好きなわけじゃない,ですないじゃないですか。日本人だって嫌な人いっぱいいるし、日本の政府だって嫌だと思うことあるし、<laughs> <に>嫌な会社もあるわけじゃないですか。だかそれと同じで、えっとど、どっか他の国に行ったって一つで見ないってことですよね。その国の中で自分に合う人、自分に合うコミュニティ自分に合う人とまずは付き合っていくってことが好きになる第一歩かなというふうに僕は思う 好きになって楽しくなってくるこコツだとそういうことで好きな人を見つければいいっていう, <laughs> うです、ね、まあ答えになってないかもしれません <laughs> ありがとうございます、はい、田村さんはいかがですかやっぱりピンチはチャンスチャンスはピンチ長所は短所短所は長所っていうかまあ課題がビジネスの種になるわけですよね結局その課題がなければ解決のしようもなくてそれがまあこうお金になることもないんですけど課題が多いということはもうそれだけチャンスがあって これを解決すれば、ものすごくビジネスにもなるし、多くの人を救えるということですんで、なんか不快な点っていうのはすごくチャンスだと思うんですね。シンガポールってあの日本から来る人のイメージっていうのはわからないんですけど、完璧に見えるところもあるんですけど、そうでないところも結構あって、つままあ、結構穴ぼこが開いてるわけですね。ここを埋めるっていうのはすごくチャンスがあって、まあ、不快なものを思うが見つかれば見つかるほど、これ日本の中でもそうですね。<し> <laughs> 日本もやっぱり こう不快な点があるとしたらそこを改善するだけで大きな企業とか事業のチャンスですよね。とか、うんね、ものすごくこう不快感を感じる違和感を感じるっていうのはすごくいいことじゃないかなと思いますけどね。なるほどありがとうございます。ち、うん、なみにお二方はそういう発想例えば人間ってこう嫌なものを見ると嫌な側面を見たりとかそこでこう思考が止まってしまうことはありますが何かそこで違う面を見るそこがチャンスなんだっていうふうに見れるようになった何かきっかけとか あありますかあの過去にご経験とかもともと生まれつきそうなんです、うん、の一つだと思いますしどっか行くとね商社ってね、まあ、今田村さんいいこと言ったなと思ったんだけどまあこれ今日商社の人何人かいると思うんですけど商社ってそういうところでビジネスやるんですよね。うん そうだから確かに、えっと、問題が起きるとビジネスのネタになるみたいなとこってやっぱり社内にいろんな例があるんで、うん、そういうとこは学んだことは多かったような気がしますね。逆に問題ないとね商社いらないんですよ。うん、まあ最近の商社ちょっと違うかもしれないんだけど、うん、私がいた頃の商社っていうのは問題の後だけ呼ばれて問題がなくなると帰ってって言われるっていうね、まあ、非常にあのまあ,あの味わい深い業界だったんですけどもね。 あ、そういうことね。そういう経験をさせてもらったっていうのは大きかったと思います。なるほど、ありがとうございます。田村さんはどうですか？そういうものの見方ができるようになったきっかけだすとか、やっぱりその場所を変えてからが大きいと思いますね。やっぱりあのまあ日本にいると日本もやっぱり快適ですからあの問題が見えにくかったんですけど、日本を離れて日本を見るとまあ、恋しくなる点もあるけど、あちょっとここはね課題だなというところが見えますし、やっぱり離れてみるとよく見える。 ととこころがあると思いますんでう,ん、こうやっぱり場所が変わってる人変えようと思う人はそういうのによく気づくと思って、うん、そこはまあストレスでまあもちろんそのケースバイケースでストレスの大きさにもよってあまりにも嫌だったらですねそこはまああんまり我慢しない方がいいと思うんですけどでもまあ自分の今後とゾーンから少し出てこうストレッチゾーンっていうんですかこう自分を伸ばすようなところだったらもうストレスゾーンまで入ったらちょっとこう逃げた方がいいと思うんですけど <laughs> まだ。 ストレッチ、まあ、自分の,この我慢の1.2倍ぐらいの1.3倍ぐらいですかねざっくり言うとそんなところまでだったらこういいんじゃないかなというのがあってそのきっかけやっぱりなんていうんですかねあのこっちの,その大きなこう財閥の人とかと話しててですねやっぱ華僑の人ってすごいなと <laughs> 問題があったらすぐそこビジネスするっていう,うなるほどと逆張りみたいなところですね。 そこも非常に感銘を受けました、はいはい、ありがとうございますそして時間,もあるんですあ時間の関係もあるんですがあと2つちょっと大きなあ質問をあーお二方に聞きたいと思うんですが1つはですねあの海外で出られて仕事なさる方やはりあのじ事業をやっておられる方だと日本とのこうコミュニケーションで田村さんのことにおいても、まあ、日本とのコミュニケーションっていくつかあると思うんですが。 なかなかそこがうまくいかないといったときに、どういうふうに乗り越えていくべきなのかというご質問をいただいていますこれに対してどうでしょうか、高橋さんから参りましょうかこれはね、一番悩ましい問題ですよね、本当にね、そういう意味でいくとね、まああのまあ、諦めない、期待しないの2つで頑張り続ける。 諦めないけど期待しないっていうあのあ。そういう意味ですね、ここの本に書いてあります。あの本社との付き合い方っていうのがね、うん、第7章に書いてあるんで、あのぜひ読んでいただきたいと思います。でもこれ本当悩ましいですで。駐在の悩みのね、まあ、半分は本社とのやり取りですよね。うん、なんで本に書いてあるんでぜひ 読んでみてちょっと説明すると長くなっちゃうんで。田村さんはどうですかシンガポールにいらしてから日本のか。でもねこ、この本に書かれてることはすごく良かったですね。そこもすごく私のツボではあったんですよね。こうあなるほどと思ったんです。やっぱり同じですよね。こう、なん,んですかねこう、業界は違ったり、やってることが違ってもその、さっき言った補完的なものを見つけて、そこを埋め合うためには、ね、日本の人を説得しなきゃいけないんですけど、うん、やっぱり、 あのこう動き始めたら確実に動いてくれるんで動き始めるもう行ったことは必ずやるっていう人が日本人に多いと思うんですねですからそこはそのなかなか動かないところはもう本当にこうそこは忍耐と言いますかねあとはやっぱりそのやりながら協力者を見つけていくこの組織の中で誰がツボかとかね誰が分かりそうかとかどういう人を説得したらいいのかっていうのはまあ本当にこう生き物と同じでケースバイケースだと思うんですけど。 やりながら、しつこくやりながらですね、こう、分かっていくと思いますんで、日本はね、本当にこっちの人はね、早いんですけどね、やらない時があるんですよね、あの、分かったって言って。<laughs> でも日本は、その、すごいストレスに感じるんですけど、こちらにの人の、その、言ってるのにやらないということもストレスですから、差し引くとそんなにこう、問題はないと思うんですね。あの、言うだけの人、こっちは言ったらやるんだけど、言わない人。 <laughs> あのストレスはまあ差し引きは同じぐらいだと思うんで忍耐強く味方を作っていくことが大事じゃないかなと思いますけどねはいありがとうございますそれではですねもう一つこれも面白い質問をいただいたと思うんですがお二方の、えー、これからの人生設計人生100年時代で、うん、60歳708090100まで どうね、お二方ともこうグローバルを軸にしてご活躍なさってどんな形の人生設計描いておられるかというお話を楽しみにされているあの参加者の方がおられるようです。どうしましょう高橋さんから参りますかこれはちょっと想定してなかった質問ですけども僕やっぱりねあの最後まで何らかの貢献ができることはすごくあの人間として生まれてきたことの、ね、楽しみだというふうに思っているので。 僕は実は今ややっっっっててていることってずっとずきたいなと思ってるんですね、うん、ただそれがそのビジネススクールって枠組みなのかどうかは別としてやっぱりその僕はやっぱりいろんな世界を見てきたことはあの僕の一つの特徴だなと思ってるんでやっぱりあの特にアフリカの人とかね中近東の人とかなんか日本となじみの比較的薄い人たちを巻き込んで何かその地球全体の貢献できるようなねそういう活動をあのね死ぬ 前日ぐらいまでやれたらまあ仮に100歳でしたら99歳、11ヶ月ぐらいまでやれたら嬉しいなと思ってますけどね。はい。以上で。はい、ありがとうございます。田村さんはいかがですか。私もね同じような感じなんですけどね。やっぱりあの先を未来をまあ憂いてもしょうがないというか、まあ何ですかね心配すればもうこうなんかに日本の災害とかですね、まあ世界のまたパンデミックが起こるんじゃないかとか。 アメリカと中国の間で台湾を巡って戦争になるんじゃないかとかこう AI がですね発達してそのもう我々のやることがなくなるかもしれないとかまあ心配したらきりがないんですけどまあそ,のそうなるかどうかは分かりませんけどやっぱりなんですかねポジティブにあとその人の役に立っていきたい。 でまあ、あのビジネススクールでは競争戦略とかやられてるかもしれませんけど競争っていうのはね、もうちょっと古い人だとおっしながら思うんですけどね、うん、競争することはないんじゃないかなと、100メートル競争みたいなのあるじゃないですか、うん、これからオリンピックで。でも純粋に100メートル競争みたいなんて、もう人生におい,いてないと思うんですねこう、やっぱり走り方を変えたり、ですねその目的も、こうあのこうあの道もでこぼこだったり、あとゴールも全然違うところにあったり。うん 1キロの人もいれば1 0キロ先がゴールの人もいるし、うん、だから何ですかねコンペティションよりもコラボレーションっていうかこう、うん、あのもう警戒して競争して自分だけ勝てばいいみたいな時代ではないと思うんでやっぱりこうオープンにして考えをオープンにして自分で声を上げてで一緒にやる仲間を増やしていってそしてやっぱり自分だけ利益を得るんじゃないそしてその何ですかねおいろんな人を幸せにしていって世の中に役に立つっていうことが。 本当の喜びなんだ。まあ押し付けちゃいけないんですけど、そういうことをですね、まあやっていくのがあの楽しいんじゃないかなというような気がします。はい、ありがとうございます。はい あのね、ちょっとお時間も差してってる中であの多くの方が頂いた,だいたから頂い,いた質問はですねこれからの日系企業の,あのに日本オリジンとする企業さんの活躍の仕方もしくはこれ今日本人で海外で活躍される今後海外の事業いろいろされる方エールどうやってやっていったらいいのかっていうことの,あのアドバイスくださいっていうあの質問一番多かったんですがこれはちょっとアンケート書いていただいた後のまとめのところでぜひあの田村さんと高井さん から聞いいてみたいなアイテムに入る前に1つだけあのこれ本当にあの今回ねあの高橋さんの本が出る時の話なんですけどその海外で結果を出す人と出せない人の圧倒的な違いはどこにあるのかという質問からこの本が生まれたとあるんですがこれ圧倒的な違い1つだけ選ぶとするとどこかで高橋さんは、まあ、その答えが異文化は言い訳にしないなんですが違うふうに言うとそれは何か。 っていうところちょっと高橋さんも聞きたいなと思ってるんですが、田村さん、圧倒的な違い、あえて一つ言うと、どうですかやっぱり本質を捉える力じゃないですかね。うん、なるほど。うんはい、もうこの本質を捉える力。ええ。まあ、妙な執着がないってことですね。その変なものに執着しない。数字とか見えとか、まあ、なんか自分の価値観とか。というよりもこう、本当の本質を捉える。何をやったらこう、みんなに喜んでもらって、その結果が。 その組織の繁栄とか、安定につながるか、で、同じ仲間を、幸せにできるかっていう。本質を見るところが、すごく大事じゃないかな。執着をしない、だから本質が見えるという、うん、ここに。すね、はい、ありがとうございます。高橋さん、高橋さんは、本の題名以外で言いますと。はい、えー、っと、まあ。圧倒的に差がつくところは、僕は学ぶ力の差かなと思いますね。 結局謙虚に学ぶ力の差がこれは日本においても同じなんですけどもただ差がついてしまうのは多分海外だと思いますねだから謙虚に学ぶ姿勢の違いが活躍の違いになってんじゃないかなというふうに感じてますはいありがとうございます、はい、あの学ぶという力これをいかに継続してやっていけるか特にねどうしても忙しくなりますとなかなか学ぶ機会もね減ってきて、うん どうしもそれこそ言い訳にしちゃうんですよね、忙しいとこととかが。そ <laughs>、はい、じゃないというようなことをやっぱりやっていくと,いと、うん。じゃなないいかと僕は思います<ー>、はい、あの田村さんもね、あのアジア地政学のあやっておられる、次回いつですかあの田村さんのーーと4月19日からです、ねあ。これ絶対行ったほうがいいです、これはと、ねあの。このリークワインスクールの田村さんのこのコースは、私は実は2回過去受講してるんですけども。 これはまあ結構ね、まあまあまあ値、ね、段するんですけど、その価値はあると思います。そしたら、えー、まだ <laughs> まあ安いです。です間に合いますか？大丈夫です？間に合います。 ええ、そしたら、この後、今から皆様にはアンケート書いていただこうと思いますので。その間にね、はい、どんなことが学べるプログラムか少しお話しいただけるといいかなと思います。も絶対行った方がいいです。はい、では、Q. a のところは、一旦ここで、はい、あの、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。そして、会場の皆さん、ありがとうございました。それではです、ね、まだ切らないでくださいね、会場の皆さん。あの、今からアンケート、ええー、チャット。 の方に事務局からアンケートリンクがお配りに、うんえー、送付されているかと思います。送されてますねちょうど。はい、そのリンクをクリックしていただいてご記入ください。えー、今日ここでそあのアンケートにご記入いただいた方には高橋があ最初のあの講演のところで見せてました投影資料明日以降ですねメールでお送りさせていただきますのでぜひお声をお聞かせください。 そしてですねゆっくり書いていただいて結構です。あの今日シンガポール時間の11時50よ夜のです、ね、11時59分までに送っていただければ、あの明日資料を送付いた,しあのいたしますので、焦って書いていただかなくても大丈夫ですので、ゆっくり書いて、またお声をお聞かせいただければと思っています、えー。3分ほどお待ちしますね。あの先生は、ね、皆さん書いてくださっていると思うので、3分ほどお,お,お時間。えー ちょっと、ね、待機いたしますその間に先ほど話にありました田村さんの4月19日からの次の講座どんな方におすすめですか田村さんまああの本当にこうアジアをこう深く知りたい方で、まあ、アジアでビジネスをこれからされたい方今されてる方もあのいいと思うんですけど本質はあのさっき言ったそのことですしこう高橋さんの本にも書いてありますし、まあ、高橋さんの本に このプログラムをちょっと紹介いただいてるんですけど、あの、なんて言うんですかね、こう、こうビジネスで、その、マーケティングとかファイナンスとか、そういうこともすごく大事で勉強しなきゃいけないと思うんですけど、もう一つやっぱり、アジアって世界一多様な場所ですよね。すべての宗教があって、すべての民族がいて、すべての政治体制があって、すべての経済発展段階があって。で、まあ、あの、それでいて、まあ、 巨大な市場になっていって、まあ、ASEAN とインドと中国を合わせると今でも30億人以上いるんですけど、これがまたあの2040年ぐらいに50億人に増えていく。まあ、昔を遡ってみればアジアの GDP が世界の大半だったんですけど、こう過去の200年産業革命からこうアメリカがこう世界でトップであり続けたところまでこう欧米のこう GDP があの多かったんですけど。 またアジアの GDP がこう過去と同じように世界の大半を叩き出していくという時代になるんですがそこでやっぱり多様な宗教民族そして発展段階こういうものをですね歴史も含めてこうあのリベラルアーツって言いますかねこうもう人間が都合よく教会線を学問の教会線を作っていたものを 学問の境界線を取り払って、つなげて学んでいくことがすごく大事になると思うんですが、特にその変化が大きくて、変化がコンスタントに起こってて、そしてこう国と国のと,ところがぶつかり合って、そこにテクノロジーが入ってきて、さらに変化が加速していくと思いますので、そういう中でこう、それを常にアップデートしてい,くいただくと、こうなん,ていうんですかね、高橋さんのミクロの話と、まあ、私のやってるもマクロの話がつながって、まあ 非常にこうビジネスをやられる上でもあとまあ個人の興味でもあの何んですかね学びとしてもすごく面白いと思いますんでこれを機会にいろんなことを学ばれたりする人もいますしこの機会の学校に入ってこうマスターコースに来られる方もいらっしゃいますし何て言うんですかねこうあのすぐビジネスのためになるかどうかまあ生かし方次第で捉え方次第なんですけどこう面白い学問で。あの 我々講師人、講師人というか、まあ、そうそうたる講師人が私がいますから、その人たちがですね、もうその人たちもそのこうそうたるビジネスリーダーの人が来られますんで、こう、来てらっしゃるような方が来ていただくと、学び合うような感じで、こう質問もです行き交って、こう、なんですかね、教えるというよりも、お互いがこうきっかけを与えて、学び合うような場になりますので、 非常にこう面白いいいいとと思まますすはい、ありがとうございます、はい、オンラインですよねあの、開催オンラインなので日本がどの国にいらしても、時差さえあればご参加いただけるということなので、はい、また皆さんに、ね、検索いただければ。はい 思いますはいいありがとうございますそれではですね皆さんアンケートも書き終えてくださった方も多いかなと思いますのでこのあと残りの3分が今からね多くの方が質問を寄せていただいたお話に移ろうかというふうに思います。今後ですね日本,日本オリジンの,あの企業がますます海外で活躍するためにそして、えーうん、日本の皆さんがですね海外でさらに活躍するための エールという形で最後お言葉いただければというふうに思いますが田村さんからではスタートさせていただこうかと思いますはいまあ本当にこう己を知り敵を知るこうすれば百戦は危うからず、まあ、ビジネスは成功し続けると思うんですけどやはり自分を知るその自分の会社を知る日本を知るこの自分のまあ個人を知るそういうことをま,あまずしっかりやっていってで日本とか自分のこう世界の中での相対的な位置づけですね。 これをしっかり知って、あと相手を知る、相手の市場、まあ、世界の動き、こういうものを知っていけば、日本の企業はまだまだやれると思いますね。ですから、敵を知り、己を知る。やっぱり、これはね、日本企業だけじゃなくて、アメリカ企業、ヨーロッパ企業もそうなんですけど、あまりにもそのアジアを知らずに出てくる人が結構いて、でしかし、本質を捉えれば大丈夫な面もあるんですけど、もう一つやっぱり、アジアの多様性っていうのをしっかり知って、あとはもう自分のポテンシャル。 過小評価してる人が多いと思うんです日本はまだまだ日本は売れるものがたくさんありますしチャンスだらけだと思いますのでそこは自信を持ってしかしポジティブにそしてまあよく自分を知って相手も知って入ってこれればそのために私はデジタル化があると思うんですねデータたくさんのデータを入れてたくさんのデータを分析して相手を知り己を知ると何でもかんでもそのなんですかねこうあのインターネットにぶち込むということよりもそのデジタル化の本質は おのれをし、敵を知るということだと思いますので、そのためにデータをたくさん集めて分析するということが大きなチャンスを生むことになってくると思います。物はあります。物はまだまだあります。ありがとうございます。そして高橋さん。いはい。いやもうね田村さんが非常にいいことを言ってくださったんで、あのまあ世界でですよね。あのやっぱり僕は思うのはな何で貢献できるのかということを徹底的に考えることだと思うんですよね。 でさらに言えば、例えばね世界の人が嫌がるようなことを率先してやっていくとかね、なんかそういった姿勢を持つ企業っていうのは、多分強いと思うんですよね。で、多分そういうとこって日本人の中にこうある部分だと思うんで、まあ、な何でもいいんですけども、ななんだ何が世界の人が困っててで、そこにどう貢献できるのかっていうことを追求していけば。 おのずとと道は開けていいいくんじゃななのかなと思いますねだからなんかこううまくやろうとかねそういうことじゃなくて本当に今世界の人が何で困ってるのかってことをちゃんと見る姿勢を保ってばもう自のずとその期待される存在になっていくんだろうなというふうに思ってます。 はい、以上です,す。ありがとうございます。お二方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に名残惜しいですがあ,あと1、2分でお時間が来てしまうという形であの、グロービスはオンタイムに始まり、オンタイムも終わるを。をもっととしておりますので、これで終わりにしていきたいと思いますが、あの皆さんよろしければ Amazon とかまたね、書店さんでぜひ覗いていただければと思いますし、私もあのりがとうございます。 <laughs> 私も新興ルに来て7年なんですがやっぱり海外に出てきて学ぶことがさらに増えたと思ってます日本でもすごくよく学びましたし増えました是非ですね海あの日本からも海外事業に携わっておられる方多いと思いますしこれから出られる方そして日本に戻られて日本にあの帰ってまたあの海外事業に携われる方本当にいろんな方いらっしゃると思いますがまたこういう形でグロービスをつながってでつながってですね皆さんと一緒に。 発信していきたいと思いますし、世界に向けてあの頑張ってまいりたいと思いますので、またぜひですね、うん、グロービスのセミナーにお越しいただければというふうに思っております。<や><ひ>本当にそう思いますね。やっぱりグロービスさんが海外にキャンパスを持たれる意っていうのが、この本で再認識させられましたね。ありがとうございます。 すばらしい知見だと思います。ありがとうございます。我々も頑張ってまいりたいと思いますぜひ皆様ともこれからまたお会いしたいと思います。それでは今日はこちらで終わりにしたいと思います。田村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。エアーシェイクハンドで。ありがとうございます。エアシェイクハンド。ありがとうございます。皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 それではではすね皆さん、はいえーと、この画面はあと1分ぐらいしますと自動的に、えー、とクローズしてしまいますのでどうぞ右下の退出ボタンを押していただいてですね、えー、皆さん、ご退出ください。ありがとうございます。退出いただいてもあの書きかけのこうアンケートなどは引き続き書いていただけると思いますのでそのまま、はい、あの書いていただいても大丈夫です。一回退出なさった方があがゆっくり、ね、お時間取っていただけるかもしれません。 はい、えっ、ー、と対数前の方、えー、ウェビナーがあの自動的にクローズとしていってもあのどうぞ驚かないで,ですねあのそのまま作業を進めていただければと思います。皆さん本当にいろんな各地からありがとうございました。14カ国、あ本当に嬉しく思います。はい、ありがとうございました。 高橋さん何かありままますかだ、ま、だ50 50いのね本当はね皆さんの感想とかをね聞きたかったですしねもっともっとあの、ね、もともとねこういうビジネススクールであのファシーテーションやってますんでね本来もっとね一人一人の方と話ができたらなっていうふうに思ってますけどちょっとこういう形式なんでねそこはかなわなくて残念なんですがまたあのいつでもグローブスに遊びに来ていただいてあの、ね、直接話す機会が持てればいいなというふうに思ってます。 あとね、あの、永次 <laughs> 出版の下田さんが言ってくれたんですけど、本っていうのはね、読者との対話ですよって言ってくれたんですね。ですねはい、なので、その読者の方と対話するつもりで書くもんなんですって、すごいすごい学びになって、そ,ねまあ、そのつもりで頑張って書いたんで、まあ、どうなってるかはね、ちょっと皆さんのご判断なんですが、あのそれはね、永次出版の方に教えていただいたことです。はい ありがとうございます。はい、そんなことまってまた対話の機会とかね今残っておられる方ありますのでぜひご参加いただければと思います。チャットにもねありがとうございます。ありがとうございました。いたしたはい、それでは今日はこれで失礼させていただこうと思います。はま、い、た、えー、お会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、ますさようなら。